はい、皆さんこんにちは。3分講座です。この番組は3分間でいろんな話をしたいなという番組です。今日はねこれについてお話します。3分間いきましょう。あのねこれ、これコカ・コーラなんですけど、はい、うまいわ。あのね今日はこのアルミ缶のリサイクルについてお話したいんですけど、アルミ缶はね、これは完全に、リサイクルされてるんですね。けどもここ大切ですよ。これをね、集められて、これを、捨ててで集められて、でこれ、処理されてまたこれになると思ったら、これは間違いなんですね。いや、リサイクルはされてるんですよ。けども大切なポイントがあるんです。そこを押さえなければやっぱり意味がないんですね。そこを、今日はお伝えしたいなと思ってるんですけども、このこれからこれをぐるぐる回るのが素晴らしいリサイクル、これは素晴らしいんですけどね。これはね大体ねリサイクル言ったらね、ほとんどね世の中のリサイクル言ったらねカスケードなんです。カスケード言われてこうだんだんグレードが品質が下がっていくっていう、リサイクル、リサイクルっていうんかなと思うんですけども、俺は多いんですよ。たまにこれがあってコロナ禍のまあその中でもこれもそうなんですけどね。でこれこうぐるぐる回るのはいいんですけども、ここがポイント。必ずねこれ集めて必ず新しいアルミを少しばかり入れなければこれはこれにならないんです。ここがポイントなんです。何もせずに処理だけしてぐるぐる回ってる方は違うんです。新しいアルミを必ずアルミをね入れなきゃならないと。なぜか、ここがポイントですよ。なぜかというのは、この本体とこの天板ですね、上のこの材料の材質が違うんです。合金の入ってる合金の種類が違うんですね。マンガンが多かったり、ちょっと天板の方が多いんですよ。もっと いろいろありますけどね、ここは少ないんですけども、そういうだからこことこことここの種類が違うのが合わさって缶になってて、それを一緒くたにガチャッとして溶かすとね。だからならないでしょ。だからここを作るにはまた新しいアルミを少しばかりで、ここも少しばかり入れなければ元に戻らないということですね。だからアルミは基本的にぐるぐる回ってますけども、ただ単に回ってるんじゃなくて新しいアルミ缶を追加していかなければならないと。これがポイントですね。なぜかというと、胴体の材質と天板の材質が違うからです。で、集めるときにこれ一時区別して集めませんよね。一緒くたにガチャッとして集めますよね。だから溶かしたらぐちゃぐちゃの混ざった性質なんです。だから本来の材質に戻すには新しいアルミを入れなきゃならないということですね。というのがポイントです。今日はこれまでです。ではまたお会いしましょう。さよなら。